はい、ということでおはようございます。今日は今朝の4時半になりますので、これから鏡池の方にね、一応予定ではそっちに行く予定なので、行こうかなと思います。皆さんまだね、寝起きで眠そうですけど、まあ僕も眠いんですけど、行ってきたいと思います。おはようございます。じゃあお願いします。こちらです。よいしょ。You can use for free. Yes. Yes. You think anyone? Anyone? Yeah. Do we need them right away? Or no, actually, we're gonna work a little bit. Sure. Yeah, the 10 minutes work. そう、今ね、ここ、そばの実っていうそば屋さんがあるんで、ここ僕好きなんですけど、ここから入っていきますね。誰かがもうすでに歩いてってるので、トレースがありますね。スノーシューなくても行けるかもしれないので、と行けるとこまで行ってみて、必要だったらつけるって感じでしましょうか。もうね、パーソルでいいわ。パーソルでいい。タイムティー。はい、ということでね、今着きましたね。さっきのそばの実っていうそば屋さんからだいたい30分ぐらいで歩いてきて、まあなんせね、エフゲニーさんめちゃくちゃ歩くの早かったんで、30分です。You walk very first, so we made it here. Not a minute. ということで、鏡池に着きましたけど、パッと見この戸隠山はね、ちょっと雲がかかってる感じで、母体は見えてる感じなんですけどね。で、池は凍っているはずで、上に雪がこうかぶさって誰か歩いてるような跡はあるので、まあもうちょっと日が当たってきたら明るくなってきてからね、歩いてみようかなと思います。じゃあちょっとゆっくりとね、ご飯とか持ってきてるので食べながら、準備をねしたいと思います。ちょっと晴れてくれるといいんですけど。Maybe a nigiri? Yeah. Yep. You want some? actually, yeah, it looks like a very oily without heating. very hard. Yukini-san, what's for breakfast? Nihon shu. One cup, da ne. Ah, that's a good idea. You want some? yeah. But if you drink it, I just want to have some taste.Easy. If you don't drink. I think it doesn't have any lid. If you won't open it, you can't close it. No, but it's very small. You can start. The advertisement. いいじゃん。行ってか。ピント合ってねえな、これ。大丈夫かな、この。あ、もしかして曇ったかもしれない。たっぷり300リットル、ミリリットルの飲み方。It's just, yeah, for one person. この日は朝方に少しの晴れ間が出るという予報でしたが、残念ながらみぞれ、いや雨が降り始めました。1月の半ばで、そして標高のまずまずある戸隠で雨が降るとは、異例の事態となってしまいました。どんよりとした雲に隠れた戸隠山と西岳、わずかな朝日さえ届かず、そこには美しいといえる光景はありませんでした。しかし、力強く戸隠らしい光景がそこにありました。
私たちは鏡池から森を抜け、奥社へと通ずる森林の中を進みました。次第に雨足が強くなり、我々の表情もやや険しくなっていきます。スノーシューと雨、こんなに相性の悪いものはない。誰もがそう思っていました。そしてようやく随神門に到着。さっきの鏡池から1時間ほどですね、スノーシューで歩いてきましたけれども、まあ、ずっとこう雨が降っていたりみぞれが降っていたりして、あんまりこういいコンディションじゃなくて、いい光も全然なくて、ひたすら歩いてきたという感じなんですが、今ここは戸隠の奥社に向かうもう参道ですね。で、随神門というところをくぐって、そこから先がね、この杉並木がね立派で、今ちょっと我々も立ち止まってね、撮影をしたりしているんですけども、ここは、なんかこの杉をこうドカッとこう圧縮して、まあズームレンズ使って圧縮しても面白いですし、ポートレートで人を入れて撮っても面白いですし、まあ人それぞれいろんな撮影の仕方があるんかなっていう感じですが。はい、で、ちょっとね、この参道のど真ん中にカメラをね、セットしたんですけど、数日前に雪が降った時に積もった雪が、この杉の木のこの緑のなんて葉っぱのところにこう積もっていて、で今風が吹いてくると、それがですね、上からザッと折ってきて、もうざわざわっとこう雪があの辺りにですね、まあ、上から折ってくるんですね。でその折ってきたその粉吹雪っていうのが、この杉がこう両サイドに生えていって、その真ん中にさーっと流れてくるのがすごい綺麗だったりするので、なんかちょっとそういったところをですね、撮影したいなと思ってます。なのでちょっとその杉の上から雪が落ってくるのを待っていくっていう感じですね。今もポロポロ落ってて、であとはこう曇ってはいるんだけど、この光っていうのがちゃんとあるので、その光がこう杉のですね、右から入ってきて、光がで杉の側面にこう当たってるんですけど、まあそんなところの、なんていうかな、光が当たってるところと当たってないところの、まあその差がねあるので、立体感も生まれるし、あとはこのドワッとこう両サイドにあの迫力のあるこの杉の壁がずっと向こうまで続いていくような、まあ壁っていうか木なんだけど壁に見えるようなね、まあそんな迫力のあるところですね、ちょっと捉えたいなと思っています。なのでちょっと雪が落ってくるのを待ちながら、そのタイミングでシャッターを切るような感じにね、行こうかなと思います。とりあえずね、ここの撮影はこんな感じです。はい、ということで、We made it! 戸隠神社に着きました。で、フィギニーさんは初めてで、This is the first time to come here. Yeah. そうですね。How was the hike? It was good. ちょっと難しい。ちょっと難しかった。じゃあ、ちょっとここでね、参拝して、せっかく来たので参拝して、戻ろうかなと思います。なんか撮影とかね、全然そんな、
感じじゃなくて光もないんですけど、でもなんかこうこんなね天気だけどハイクをしてこう来れてね、なんか本当に良かったですね。なかなかここまで冬場で来ることってそんなないので、今回みんなでねこうやって来れて本当に良かったです。なのでちょっと感謝の意味を込めて戸隠神社でお祈りしてからじゃあ戻りたいと思います。じゃあ行きましょう。You bought already? Not yet. Not yet. Yeah. I'll do more. Okay.雨や雪を繰り返す中で、なんとか奥社までたどり着くことができました。みんなヘトヘトですね。無事に参拝もできたし、なんとなく一安心。ゆっくりと参道を戻ります。今日は本当に天候に恵まれませんでした。しかし振り返ると楽しい2日間でした。エフゲニーさん、池田ご夫妻さん、本当にありがとうございました。これにて2日間の長野北部の旅は終了です。今回もフォトシンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。また。どうですか。うめえ酒だな。銃を構えられてるみたいな感じだね。拳銃を構えられてる、なんかスワットみたいな。ちょっと危ないですよね。ニヤニヤしてるんだよ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。いや、池田夫妻も今日はありがとうございました。ね、本当にこんなにね、うん、こんなにもあの気合を入れて家取れ高がない。いや、僕もね、初めてですよ。ここまでにあの、うん、なんだろうな、準備したりとか、はいはい、全泊したりとか、はいはい、早く起きておいて、そうですね、こんだけ取れ高がないっていうのはなかなか珍しいですけど、まあまあね、そういうこともある。そう、全部まとめてひっくるめてまとめてみると。撮影だけじゃなくて旅館のおじさんとか、ね、あ、そうそう、ねえねえ、いろんな意味で、今回の旅っていうかね、旅です、旅です、それはもう非常に楽しくて良かったかなと、はい、本当に素晴らしいメンバーでまた楽しくさせていただきました。ということで次回もまたよろしく、よろしく。はい、というわけで本日のフォトシンチャンネル以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。あ、チャック入った、あ、チャック入った。また。